泣いてる？これ嬉しくて泣いてる？おかえりバンドキパン、バンディです。本日は妻にモテたい旦那が作る料理。まあね、世の中にはもうプロと呼ばれる方々の料理の動画は YouTube にですね溢れております。そんな中、料理ができるって言っていい料理を今までしてきた回数をまだ達していない僕バンディがですね、なぜ料理の動画を作るか、どうやってみんなに届けるか、これはね、もう妻にモテたいっていうこの気持ち、まあ、いわゆる愛っていうやつですね。うん。この愛っていうやつをですね、前面に押し出して、料理すれば皆さんの元に届くんじゃないかということで、今日は妻、うんちゃんのためにですね、晩ご飯を作りたいと思います。うんちゃんの大好物ですね。何が食いたいって聞いたら、まず肉って返ってきます。なので、お肉をですね、どんどんどん、どんと、買ってまいりました。こいつらを調理して、うんちゃんに満足してもらいたいと思います。まあ、もし料理失敗しても奥の手があるんで今言っちゃいますけど、うんちゃんを喜ばせる奥の手も用意してるんで、ビビることなく作っていきたいと思います。まず作る料理、一つ目、グリーンサラダ。これは牛肉入ってません。コーンサラダにしたいと思います。二つ目、牛肉のスープ。三つ目、メインですね、牛カツ。そして四つ目、手巻き牛寿司っていうのを作ろうと思います。全部ね、作ったことないです。なのでね、これから見せる調理過程っていうのはですね、何も参考にならない動画になると思いますが、僕のね、うんちゃんへの思いが詰まってますので、その辺をご覧いただけたらだと思います。それでは作ってきます。じゃあまずね、まあいろいろ買ってきたんですけど、材料はこちらの通りです。とにかく肉をね、たくさん買ってきました。でこれがスープ用、これが寿司用、これが牛カツ用、豪勢な牛尽くしご飯を作りたいと思います。まずサラダから下準備してきちゃいましょうか。トマトすらどう切っていいか分かってないですか。何も喋らず黙々とトマトを切りました。そして用意してありますはレタスですね。こういうレタスの1枚目ってみんな使うの？やっぱ一番端っこなんかヌメヌメすんな。一番端っこやめとこう。ざっくり食べやすい感じにしちゃいましょうか。やべ、トマトの上で切ってた。トマトさんが1個死んだ。何に盛るかだよな。あ、その前に、今日はね、このサラダほうれん草を買ってきました。サラダが美味しいほうれん草ですね。盛る順番で切っていけばいいのに、トマトさっき切っちゃったもんだから、アホですね。サラダほうれん草どうしよう。本当にこのまま食えるのかな。サラダほうれん草を下に敷き、サラダほうれん草、ちょっと心配っすね。ただの葉っぱ盛りみたいになっちゃったな。こんなにサラダを食わないよね、きっとね。ちょっと様子見でトマト置いてみましょうか。人参さんをこの100均ダイソーで買ったスライサーでスライス。こうしていくぜ。プラスチック割れましたけど、勢いよく割れすぎて。あ、いいじゃないですか。これってどうやって食うの？水で戻す。で、いってみます。冷凍コーン。とりあえず、サラダ。これにコーン乗っけて終わり。牛肉たちやっていくか。俺ちょっとね、心配なのが、スープをどういう味付けにするか。新じゃがと、三つ葉と、生姜と、このカレー用の牛肉ブロックで作っちゃおうと思ってて、つゆの素と、味塩で味整えて、みたいな感じにしようか。ちょっとごま油で風味をつけようかなと。ごま油。あ、その前にジャガイモを切らなきゃ。ちっちゃいジャガイモって皮むきにくいよね。
こういう肉って下味つけんのかな。肉を炒めます。すごい立派な肉よこれ。国産牛です。ちょっとだけ塩、味付けを振っとけば旨味出るんで、ある程度炒まったらじゃがいもも投入。うまそう。水を入れて煮込んでいきます。気持ちいい。心配なんで、あごだし入れよう。あごだしをほんのちょっと、はい、魚介のね、なんか喧嘩しそうな気がすんな。俺にはわからん。で、じっくり弱火でコトコト煮込んでいきまーす。お、忘れてた。牛肉の臭みを取るだろう。生姜をね、一かけスライスして入れます。というわけで、スープは、あと味付けですね。煮込みができたら、アクを取って、手巻きカルビ寿司っていうのをね、僕は作りたいんですよ。こちらのカルビを、下準備します。って言っても、焼肉のタレで炒めるだけ。焼肉のタレでと思ったけど、こっちの方が合うかもと思って、すき焼きのタレで炒めようかと思います。油敷きました。どうだろう、焼肉のタレの方がいいのかな。下味にマキシマム少々、いろんなスパイス入ってるんでね。わからん、まだ迷っている。すき焼きのタレか焼肉のタレか、両方入れるか一番ダメな答えな気もするけど、とりあえずすき焼きのタレどうなるかわかんないけど混ぜます。すき焼きのタレ、焼肉のタレ1対1ぐらいで、ちょっと挑戦的ですけど、焼肉のタレをより和風にしたような感じになってくれたらいいな。めっちゃいい匂いだけど、これ正解だったんじゃないの、混ぜたの。うん、うめえ。とりあえずできました。牛カツを作っていきます。ちょっと油をまず熱しておきます。油熱してる間に牛ステーキですね、これの筋切りをしたいと思います。って言っても筋ねえな。僕はこの肉の筋がどこにあるかさっぱりわかんないです、適当に入れました。僕みたいなね、普段料理しない人はこういうのに頼ります。小麦粉、卵いらず、楽揚げパン粉。パン粉をまぶすだけっていうね、やつ。本当にできるのかな？パン粉をつけて、しっかり押さえて、5分間置くといい。肉の大きさに対して、ボールが小さすぎた。これをよく、まぶして、定着してないような、でも普通のパン粉だったらこんな定着しないよなっていう定着の仕方はしてる気がする。あれ、こんなに大きかったっけこのステーキ。これで油に投入していきたいと思います。うん、良さそう。じゃあいきまーす。ひっくり返す。ひっくりむずいむずい。トングが短い。トングが短いけど。ああ、なるほど。ちょっとやっぱパン粉の定着悪いっすね。なんか、カツっていうより、揚げ牛みたいになっちゃった。なんだ揚げ牛って。俺揚げ牛作ったよ。衣が、やっぱちょっと少ないのかな。油もちょっと少ないのかな。多分できた。揚げ牛。サクサク感ないっすね。牛カツには向かないのかもしれないですね。ということで、もう一個は、同じパン粉を使いながらも、強力粉しかないのか。小麦粉ないですね、この家。なので、ちょっと卵だけでも。
つけてやってみようかな、今度は。地肌が見えちゃうの、どうしても。さっきより衣ついてるな。ちょっと真っ黒ですね、次は。肉は火が通ってんだけど、衣がなんかべちゃってしちゃってますね。これはまずそうだなぁ。くそー、普通に焼けばよかった。なんかまずそうだ。はい、まず一品目失敗しました。さて、牛スープ、どんな感じでしょう。アクみたいなのが全然出てないんだよね。ちょっと飲んでみましょうか、これで。うわ、これはうまい気がする。味付けさえミスらなければ。つゆの素、大さじ1杯。そして、お醤油、適量。回ってなかった。回ってなかった。つゆの素と醤油を少々入れました。うん、うめえ。うめえぞ、これは。うめえのできた。ちょっとなんか足りないな。何が足りないんだろう。わかんない。胡椒入れよう。塩っ気が足りない気もしないでもないな。味濃いの食べれないっていうから、こんなんぐらいでいいのかもしんない。最後、ご飯。僕の大好き、明太子、韓国海苔。こちらの韓国海苔を、リッツパーティーみたいな。これは、ちょっとだいぶ自信なくなってきましたね。キンパみたいな感じかなと思って、キンパの手巻きバージョンみたいな、その韓国海苔巻きって酢入ってないじゃないですか、ご飯。寿司ぐらいのちっちゃいおにぎりをリッツパーティーしていきます。はい。ご飯は味付けしてません。ただの白い米です。ここに先ほど炒めたカルビを乗っけていきます。最後にネギを少々振りかけたら完成。手巻きカルビ寿司、なんかそれっぽくなったな。大丈夫だ、いける。そして最後スープですね。三つ葉とネギ乗っけて完成。牛肉スープ、うまいよこれは。うん、黒い。これは具沢山で美味しそう。これもなかなかいけてるんじゃないでしょうか。サラダはもう盛り付けるだけなんで、勝手にかっこよくなりますね。はい、作りました。うんちゃん呼びます。うんちゃん、できたよー。さすが肉寿司、これすごいじゃん。牛肉尽くし御膳。すごい。失敗した。失敗したのどうですか。これべっちょべっちょ、ほら、これは牛カツです。牛カツなんだ。うん。下揚げかと思いました。でしょ？でも失敗したっていう割にはそうでもないような気がする。これ何？寿司？肉寿司？そうです。これは？それ牛スープです。じゃスープからどうぞいただいてください。スープはね、自信作。いただきます。はい。牛肉たっぷり。あ、美味しい。でしょ？美味しい、これ。これうまいよね。生姜ががっつり入ってる気がする。入ってます。味薄め。うんちゃんの好きな。私はちょうどいい。うん。あ、いいお肉だね。いいお肉です。うん。これは成功です、僕の中で。こっち行く。いただきまーす。おいしい。うまいうまい。これも成功だ。うん。これはもうただバランス取っただけなんで。うん。ただ野菜もったいないです。これ、サラダほうれん草。鉄分足りないから。うん。で、メインディッシュ。うん。これ失敗なんですよ。なんかおたふくソースとかで食べてほしいんですけど。じゃあちょっと食べてみてね。うん。痛い。衣が。でも中身は美味しい。いいね、男の人の料理食べるの。それして結構好きです。愛を込めました。愛を感じますよ。ありがとう。これで、でも、うん、うんちゃんが満足できなかった時のために、うん、飲みたいって言ってた、これを用意したんですよ。失敗した時に、あれ泣いてる？これ嬉しくて泣いてる？これこれはあれじゃないですか。これはあれです。泡の出る朝日のジョッキ缶。飲みたいって言ってたやつ。ただね、これね、冷やしすぎたらね、泡出ないらしい。
めっちゃ冷えてます。生ジョッキ缶の楽しみ方、温度によって泡立ちが変わります。あんまり出てませんお、そうでもないか。そうでもない。はい、まあ、口が広くて飲みやすいビールっていうことで、これを飲んで楽しみましょう。いただきます。あ、うま。美味しいね。うま。生ビールの味する。生ビールの味するわ。泡とかいいわ、うん。うまい。サーバーから出したやつの味するね。うん。ということで、僕は妻にモテました。これさえもっとうまくいけばな。揚げ物がやっぱ難しいな。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もお待ちしております。コメントもぜひ。なんでこうなったかもね。そう。本当に素人の料理を見せてしまいまして申し訳ございませんでしたそんなにわちゃわちゃしてた。いやもう本当ちゃんと撮れてすらないよ多分それでは皆さんいってらっしゃい。ボツになるかも。いや、なんとか動画にする。常温でしばらく放置した冷たすぎない生ジョッキ缶、いきます。はい。あ、あ、泡だ。あ、出てきた。おー、すごいよ。こんもりした。こんもりした。